どうも皆さんこんにちは。こんにちは。続いてです。はい、無地ストライプときたらチェック、チェック、格子、格子チェック、格子ね、格子からいきますね。その後チェックいきますね。同じ同じやで。でもこれぞ格子。ダン、ウィンドウペン、ウィンドウペン。ダンウィンドウペン、ウィンドウペン。ウィンドウペンです、うん、結構ね大振りなんですよね。でももう本当にチェックは流行ってますね、うん、今めっちゃ流行ってますね。僕もだってっ去年ぐらいからもう火つきましたね、チェックも。あ、チェックですか、チェック柄、うん、僕も作りましたもん、去年の春夏から、うん、僕も作りましたね。まずはここら辺でしょ。これね、ベースグレーっすわ。グレーに青紫のウィンドウペン格子、うん、窓枠、はい、結構格子の幅がほんまにピンストライプと同じぐらいの幅なので、うん、多分買ってはいいんじゃないですか。レダー社の生地ですよ。あ、ほんまっすね。レダー、レダー結構雑誌で見ますよ今。イタリアの生地ですね、レダー。そうですね。しかもね、うん、アイスセンスっていうね、はい、まあ割と去年ぐらいかなからレダーがすごく推してる記事で、うん、ちょっと詳しいことはあんま分かんないですけど夏涼しくなるんですって。ノープラン、涼しくなる、なんていうんですか、体温が下がるんですか、そういう多分加工をしてあるんです、うん、うんうん。レダーのアイスセンス、センスね。そういうちょっと、ね、付加価値的なものもついてますんで、うん、暑い中でも快適さを、はい、という特に日本の気候なんかにはぴったりなんじゃないですかね。え、蒸し暑いし涼感素材ですよこれ。これごめんなさい、さっきのやつです。これスーパー100、これ一番初め出してます。この辺もおしゃれですけどね、うん、僕これめっちゃ好きですけどね。あ、こっち、僕こっちっすわ。どっち？僕こっち。あ、僕もそっちなんですよ。あ、え？かぶってもた。これはこれもいわゆるもう連発しますけどスモーキートーン。スモーキートーンですね、うん、いやもうそこまで来たらこれも出します、スモーキートーン。スモーキートーンでもね、やっぱダークトーンばっかりじゃないっていうのがすごい一目でわかるぐらい結構いろんな色がありますね。うん、あとこれぞチェックみたいな。はい、これぞチェックなんですか、これ。これチェックでしょ。チェックですけど、これぞチェックってこういうやつのこと言うんちゃうんですか。え、こっちでしょ。それマイナーでしょ、どちらかというと。マジで。あんま見なくないですか。もう逆にこれ変わってて。お前ですか。るかなと思ったんですけど。ちょっと細かめの格子柄ですよ。うん。そうですね。マイクロチェックっていうやつですね。細かいやつです。マイクロチェックですね。だから遠目で見ると、遠目で見るともう多分チェックってわからない、うん、けどなんかチェック1回着てみたいなっていうあ、でもここからでもいいかな。でも案外近くになると割と柄がはっきり映るので、うん、徐々に広げていく感じじわりじわりね。一番でも使うあれですよ、調整はしやすいですよ。多分ね、これシャツネクタイ困らないでしょうね。困らない柄が大きくなればなるほど結構合わせ方がね、なかなか派手ですよ、うん、結構考えないといけないっていうのもありますけども、うん、あ、でもごめんなさい、ちょっと訂正します。こっち、これぞチェックでしょ。グレーチェックね。これのチェックです。何チェックでしたっけ。グレーナカートチェックかっこやわ。これ YouTube で勉強したんですよ。あ、そうなんですね。今覚えましたから僕も。グレーナカートチェックですね。ちょっとそうやって接客しますわ。縮めたんですよ、だからグレーナカートグレーチェックに。あ、そういうことですか。うん、だからこれもその類になりますね。そうそう、同じような柄でも
まあこれクラシックな伝統的な柄なんで英国調ですね。まあもう流行り廃りのない柄と言ってもいいんじゃないですか、うん、この辺りは、うん、ちょっと渋いスーツ着てるねとか鉄板ですね、うん、これも僕3ピースとか今年だったらダブルとかで作ったらかっこいいんちゃいますか ね。ダブルもちょっと着てますからね。ああなるほどね、はい、チェックでダブルね、うん、雑誌でも見ますね最近はね、海外の方が着てるので、うん、あえて全部ボタン外してこう手入れこう歩いてるような写真ね。どこに手入れるんですか。いやここら辺のポケットここら辺脇ポケット。あとはこれチェックはね、ええ、あの金子店長スタイルでいくと、はい、チェックスーツで作って、はい、一発目に紹介した無地、はい、のスーツと2着とか買ってもらうと、ええ、あもうジャケパンじゃないですか。これぞジャケパンスタイルになりますからね。特にグレナカードチェックとかグレンチェックねはまあまあそういうコーディネートもしやすいかなと思いますよ。これはよく見ますよこういう合わせ方は。見るね。うん、あやっぱいいなジャケパン好きやわめっちゃ好きっすね。金子さんジャケパン好きや。また今季もチェック買ってしまうかもしれないですね。チェックキャラですもんね。もうチェックばっかなんですよね家無地とチェックしか持ってないですよ今ヘビーローテーションチェックのスーツ着るときは、はい、無地のシャツとかになるんですよね。うん基本無地になりますね。そこまでまだ挑戦できないですね、ま、ハイレベルじゃないまだできないです。まだそこまでいけてないです目標にはしたいですから、ねまあ、ちょっと、はい、番外編で、はい、まあ遠目で見ると無地なんですけどね。なんで和名が格子なんだっていう謎のうんあれですよね。そうですそうです千鳥格子。千鳥格子何でしたっけ。ハンドトゥースハンドトゥースです獣の牙。これ金子店長おすすめですか。これ結構おすすめです。これ多分ねこれっぽいやつ去年作ってます僕。あそうなんですか。はい今年もまた作ってやろうかなと思ってます。作るね、うん、これはもう入荷したら作らんと損やろっていう作ってくるね。作ってきますね千鳥格子。千鳥格子ね。うんまあ一応これもチェックの仲間、まあ、そう格子っていうところで一応チェックの仲間っていう、はい、雰囲気になりますね。はいということで、今回は、チェック格子系の回でした。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。